船大祭お越しくださりありがとうございます。はい、司会を務めさせていただきます渋谷美由紀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。名船大祭といえばこれから出てくる活気ある切り子、そして手札島からお仏姫様をお迎えする神聖なる儀式、そして魂を揺さぶる御神上太鼓、これから一連の幽玄なる宵祭り、どうぞお楽しみください。それではお祭りのオープニングを飾ります市川明宏様と御一門様によります津軽三味線、どうぞ盛大な拍手でお迎えください。はい、thank you。
長年にわたりまして、このような素敵なお祭りのためにこのようなお祭りに、お声をかけていただきまして、10年までいかないかと思いますが、楽しみにやってまいりました。神様を先ほども司会の方が言われた通りにお迎えするため の、前もって そのお祝い事と申しましょうか、そんなことで私どもも少しは皆様と一緒にお迎えができたらなと思いながら、今日も30分ぐらいではございますがお勤めさせていただきます。今日もよろしくお願いいたします。はい、 OK。 まず最初にですね、皆様にお届けをいたしましたのは飛翔の響きという曲、そしてお隣富山県に古くから伝わりますお祝いの音には欠かせない踏みつめれたという格調の高い曲を皆様にお届けいたしました。それでは津軽三味線が得意な市川明宏会でございます。津軽のあや節、聴いてください。
戦のコンクールが名古屋大会っていうのがございまして、彼まだ、お三味線始めて1年経ったか1年半しか経ってなくて、彼5位に入賞してきたんです。もうちょっと後でなんか先生が喋りたかった感じですけど、これ撮っちゃった、いいよね。数日、あと数日したら多分あの新聞の記事にもなるようなことを私先ほどお耳にしました。おめでとうございます。彼あのすごく成長ぶりがすごくね、先生早いですよね、早いですよね。なので、どん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 いろいろなところに、このような会場のようにね、いろいろなところで山太郎くんが演奏することをお母さん見守っています。はい、ということで、ただいまお届けをいたしました津軽のアイアムシ、友太郎くんのお三味線で歌わせていただきました。はい、ありがとうございます。それでは津軽にはたくさんの民謡がございます。当たり前で、ね、賑やかな場に歌うと一人で歌う曲なんですが、今日はハモリという民謡にもちょっと珍しいハモリバージョンというので、曲は何でしたか。なんだかわらすみゅうらです。はい、聴いてください。次の蔵は宝蔵。
三味線にもバトルというのがございまして、今から皆様にお三味線のバトルをとくとお届けいたします。なんか難しい顔してるよ、本当に大丈夫？今日ここ初舞台ですよね。はい、いつもでもここに来て、なんだっけ、この神社、神社に上がってた。はい、なんか友太郎くんご神社ガイドも大好きということで、はい、じゃあとは先生にお任せします。はい、はい、こんばんは。相変わらずささやかなご挨拶ありがとうございます。いつもお世話になっております。ここへ来るのも、ね、楽しみで、今日はね、昼から、来てですね、ここら辺ずっと散策してきました。重いや、重い。本当にね、この日は雨が降らないというのがね、大変です。だと思います。そうですね、今日ですね、中学校1年生の岸で友太郎に来てきました。いつものね、女の子本田凛がですね、今日ちょっと都合が悪くて来れなかったんですが、ね、今日ね、それに負けない、ね、足さばきを皆さんにお届けしてくれるんじゃないかなというふうに思います。2人での三味線バトル聞いていただきましょう。いいところがありましたら拍手をいただけると長く弾くそうなので、拍手がないとすぐに終わるそうです。ということで、津軽三味線のバトル見ていただきましょう。Thank you.
ね、二人で弾いてて音が一つになって聞こえる部分ってたくさんありましたよね。はい、私たちの時間もこれまでというふうになりました。はい、毎年ご指摘をさせていただきまして、ありがとうございます。この後、